はい、どうも、モルさんです。今日はね、この素敵なスタジオに来ています。今日はね、このウームのスタジオに来てるんですよ。今日はですね、企画をちょっとスタッフの方がね、考えてくれたので、それをやるっていう企画なんですよ。で、僕はもう全く何にも聞かされてなくて、まあ、何をやるかはまずわからない。どれくらい時間のかかるもので、どんな規模の企画なのかもよくわかってないということでね、ちょっとドキドキはしてるんですけども、発表してもらうところからですかね、まずは。発表は何か来るかわかんないからね。今日、ムルさんにやっていただく企画は、はい、ウーバーイーツ1万円食べれるまで帰れませんです。おー、YouTube でよくあるやつね。1万円企画、ウーバーイーツとか、まあコンビニのやつとかね、まあいろんな人が挙げてますね。僕何かをこう食べるっていう動画はないかもしれないですね。あるっちゃあるけど、あれやってる人って一人の人はあんまりいなくないですか？うん、結構ほら、今日健康診断で、はい、ちょっと今日のために節制してるかなと思って、ご褒美企画。そういうことなんですね。あれですよね、1万円企画僕が払うってことですよね。そうです。もう頼んだんですよね。はい、もう頼みました。それが怖いよね。普通自分で頼むでしょ。ウーバーイーツの企画、僕ね、動画正直見たことなかったんですよ。さっきね、バンビ君のやつ見たんですね。バンユンのやっぱ自分でちゃんと選んでるんですよ。なんか蕎麦とか海鮮のやつとか、僕選んでないですからね。まずすごいですよね、僕の1万円なのに。ちょっと早速机の上にちょっと並べていきましょうか。ああ、いい。餃子が10個ですね。でセットでラーメンですね。これは何ラーメンですか？何味ですか？これ。一蘭です。一蘭？味を聞いてるんですよね。お店じゃなくて。豚骨です。あ、豚骨ですね。はい。餃子とラーメンで1743円。そして次が、これはすごいですね。ステーキですね。がっつり。これが 280g。3441円。ボリュームもね、すごいんですけど、値段もすごいですね。男の子は好きだよな。お腹空いてたらな、ちょうどいいぐらいの感じでしょうね。そして寿司ですね。新橋の江戸前寿司、ひなと丸さんですね。江戸前11貫握り3245円。結構なお手前で、これ高いお寿司屋さんでしか見たことないもん、この回で。最後がまあデザートですね。これ31ですね。これ僕好きですね。これはいちごですね。2つで1600円。はい。というわけで、こちら、締めて1万円ということになりますね。ウーバーイーツ、1万円、食べきれるまで帰れまでん。よし、食べてきますか。どれか食べましょうかね。大食いの人とかいるじゃないですか、YouTuber って。うん、なんかあるのかな？これちょっと脂っこいものは早めに倒しとくとか。で、米とかも溜まるじゃないですか。うん、で、麺も伸びちゃうから、さっき。でもこれスープまだ入ってないでしょ、これ。後からスープとか出させて。冷めちゃう。ああ、そう。先に食べた方が美味しいから。でも肉もそうじゃないですか。肉なんて硬くなって。そっか。油でしょ？でもアイスも溶けちゃうから。どうしよう。はい、いただきます。ああ、そうか、そう、いただきます。結構ね、いつもこんな感じなんですよ、スタッフさんと。僕ね、結構適当なんですよ。適当すぎますね。そう。どんどん赤裸々になっていく。なんか硬いイメージだったんですけど、僕の噛み合わせの悪い前歯でも噛み切ることがない。どう、このレビュー。わかりづらいな。まだ勉強不足ですね。伸びしろですね。伸びちゃう。こんだけですか？あー、でもね、これ、だから言ったら、人間の中鼻の頭にソース。そう。ほんと？あ、ほんとだ、つけてた。かわいい。かわいい。自分で言うか。これつけると、深みが増す。あー、40点。120点でしょ、今の。味がしつこくないんですよね。油がそんなに多くなくて、塩と胡椒ってなんか味付けはシンプルだから。今思ったんですけど、ウーバーイーツ企画やってる人って、うん、まとめて食べてる人いなくないですか？一品ずつ届いて食べてますよね。うんうん、だって一気に頼んだもん。迷っちゃうもんね。こんだけあるとね。なんか入ってる。あ、やだ、ごめん。え？ステーキソース入ってた。ごめんなさい。僕が、いいですか？僕が味が塩と胡椒でやって素材の味を引き出してるねっていう話をしたんですよ。今何を持ってきました？ステーキソースが入ってステーキソースが入ってたと。全然また外れなことやったんですね。私が勘弁してくださいよ。本当にもう何が味そう素材の味だよ。じゃあ改めて食べましょうかね。そしたらね、あ、いい匂いがするわ。うん、500倍ぐらいうめえ。うまっ。
構なんかペロペロいける。ペロペロいける。ペロペロいける。パクパクなんだよな。パクパクなんだよな。じゃあお寿司いただきます。これがさっきちょっと気になってたんで、これ貝ってね僕結構好きなんですよね。貝って美味しくないですか？私も大好き。うん。ま、ま、なんかこういう言い方したらあれだけど、ちゃんとした貝を食べたのは初めてかもしれない。これは何ですか？ホタテかな？でですね、これね、かわいいですね。かわいいですね。食レポって難しいですね、意外と。でも、村さん、レビュー動画上手だから。その、美容の、自分のこう、勉強してきたことのレビューはやっぱり、ある程度知識があるから。うまいしか出てこないもんね。美味しいですもん、だって。お腹いっぱいになってきたな。早っ。暴食すぎん？だって、スタート時点でお腹空いてないから。そりゃそうでしょうよ。お腹空いてないのにスタートしてる。中トロうまっ、ふわふわ。舌触りが、ギャラピケの服ぐらいな感じの。うわ、きついなステーキは多分ね、言っとかないと最後に残しとくやつじゃない、こいつは。帰れる今日これ。帰れるかな、なんかトークテーマくださいよ、じゃあ。最近一番高かった買い物。直近だとサングラスかな。へえ、いくら？4万ぐらいですかね。高っ。買い物最近しないですね。でも外あんま出ないんで。ああ、まあ、うん、確かに。だから最近だから一番何のお金使ってたら多分食費ですよね。ああ、まあ、ね、結局、こうやって出前で、ね、デリバリー頼んだりとか、普段よりも結構デリバリーとか多くなってかかってるって聞きますね。じゃあ次は母の日に何かやりましたか？母の日がいつか知らなかったです。8月8日？違うよ。パパの日も一緒ですね。なんか確かにパパの日だよ。8月8日、いいね。いいね。ちゃんとお母さんに後でありがとうって。うん、そうですね。ありがとう。何したんですか？ちゃんと送りましたよ、プレゼント。コーヒーの豆をガーってなんかやるやつ。コーヒー。見る。え、お母さんコーヒー好きなんですか？そうなんです。コーヒー好きだから。自分でこうやるから。そう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 。やばいよ、これもう。お化けみたいな。早く食べないと。いや、もうステーキ終わりますよ。あと、これ食ったらあと2切れですから。きつい。ラーメンマジ無理っすよ、僕多分。マジで。あ、でもまだあったかいよ。あ、じゃあ食べれる、食べれる。あ、じゃあ、あったかいかあったかくないかじゃなくて、基本的にきついよって話をしてる。でも意外と食べれますね。うん。でも、ステーキ 300g って普通の一般男性が、頼む大盛りのステーキですからね。わりかし。うん。きつい。はい、お寿司は終わりました。ごちそうさまでした。というわけで。ラーメン行きますか、うん、いやお腹いっぱいだけどね、正直ね。これ出前のラーメンってこういう感じなんですね。麺とか具とかがこう上の透明のこのトレーに入ってるんですね、容器で。こう蓋開けると豚骨が出てくると。伸びないからいいですね。コンビニもそうじゃないですか？コンビニもこう。そうですよね、うん。初めて見たみたいな言い方するだいたいこう。よし、ネギはいらないんでね。ダメです、嫌いしないで食べてください。いやいや別にネギは食べても食べなくてもいいじゃないですか。いやダメです、ダメです。なんで？1万円にネギも入ってるから。僕の1万円ですから。いやいやいや、あの健康を気にして。ネギ食べて健康に。ネギは体にいいんですよ、喉とかにもいいから。いやいや。いやいや、どんだけ食べたくない。あの薬味ってこうやって分けて出てるじゃないですかね。お好みで入れてくださいって書いてあるでしょ、薬味には。ネギは薬味なんですよ。お好みに入れればいいんですよ。わかりますか？うん。ラーメンズーっていけるタイプですか？いけるタイプ。あ、いけるタイプなんだ。いけないタイプか。ちょっとね、チュパチュパいっちゃうタイプ。やだー。ちょっとチュパチュパ進んでいくタイプですね。じゃあちょっと ASMR で。だから、もみもさんよ、こう。いや、まあ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 。もみもさんよ、こう。いいから食べて。え、なんで吸えないんですか？うん、むせちゃう。へぇー。できてる。うん。湯気がないから。あ、じゃあお蕎麦は食べれる。ずっと。あ、そうそうそう。蕎麦とかうどんとかはいける。あー。うん。ラーメンは無理。え、好きな食べ物なんですか？なんか料理の中で。
焼肉ですかね。ああ。まあ無難にね。まあまあまあ男の子はそうですよね。うん、焼肉ですね。まあもう30近くなってきて、うん、あの肉ばっか食ってるとやっぱ体臭がきつくなるって言うじゃないですか。うん。多分見てる皆さんよりも僕の方ちょっと年上だと思うんで、もうそろそろそういうところ気をつけなきゃいけなくなってきたんですよ。いやーマジ腹いっぱいだな。休憩。お腹いっぱいだよ、もう。一人で1万円ウーバー企画はかなりきついな。正直なところかなりきつい。見てはいけないものを見てしまった。忘れてた。六歩。いい。来たやん、こいつ。忘れていた。うわ、今もう餃子の匂い嗅いだだけでちょっと気持ち悪いもん。いやマジで入らねえ。つ、あ、こそ体横に揺らさなきゃ。何かに取り憑かれたみたいな。あ、ステーキ片付けちゃえばいいんですか。ここでステーキを、まあ、ちょいちょい箸休めにね、あのコーンとかね、ちょっとつまみながらやってたんですけど、これでちょっともう一回片付けちゃおうかなと、最後の一切れ。おいしゅうございました。いける、ラーメンも片付けちゃえば、もうあと餃子だけだから。あの、1個いっていいですか。1個だけいっていいですか。餃子も好きじゃないですか。さあ、最後餃子やで。餃子といえば、ラー油ですよね。これも一蘭のやつですもんね。うん、一蘭のです。餃子とラーメンのセットだもんね。はい。ふう、私昔一蘭、初めて一蘭行ったのが高校3年生の時なんですけど、うん、元彼に美味しいラーメン屋があるって教えてもらって一蘭に行ったんですよ。でその時にこのセット頼んで、餃子とラーメンの、うん、で教えてもらった美味しい食べ方が、うん、このちっちゃい餃子にちょっと穴開けてお箸でこう切れ込み入れて、うんうんうん、その豚骨のスープに浸して食べると美味しい。あーでもちょっと美味しそうかも。なんか水餃子っぽくないのかな、ちょっと味が濃いめな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。いや、タレはつけないでいいのかな。つけないでスープにジャボンってもうがっつり、うん、がっつり。どう？まあこれはこれで微妙そう。お腹いっぱいだと冷えてるから、もう豚骨の豚骨。そっか。いやマジでやっぱもうここまで張ってるもん。マジで帰りたい。もうちょっとで食べきれるから。終わりが見えてきた。お、これで終わり。チャーシューとなんか切れた麺のかけ。うわっ。うん。お腹いっぱい。あと餃子4つ。さすがにお腹いっぱいよね、こんだけ食べた。何回も言ってるけど、これ始めた段階の時にお腹空いてる状態でスタートしてるわけじゃないんで、昼ご飯食ってからちょっとしてスタートしてるんですよ。これもお昼何食べたんですか。チャーシュー丼食ったんですよ。がっつり食べた。結構しっかり食ってるんですよね。甘辛味噌トンドンってやつ。あ、美味しそう。うん、美味しかった。辛のチャーシュー今最後食ったからちょっとなんかチャーシューで食った後に最後にサーティワンか、タレはね嬉しい、飛ぶぞーっていうチャーシュー力みたいになっちゃいますね。うん、うん、ミニサイズでよかったね、まだね。これ通常サイズだったら死んでたね。ちょっとね、廊下をこう行ったり来たり落とした。ちょっとだけ。あ、よかった。これで、炭水化物系は終わりです。お疲れ様でした。これ何時間経ってるかな、最初食べ始めて。2時間半くらい。そんぐらいか。長かったな。うん、うん、多分ね、2ヶ月はラーメン屋と焼肉屋と寿司屋はいかない。忘れてた。うーわ。サーティワンが。あー、飲み物になっておる。溶けても綺麗ですね、色がね。あの、パチパチが下に沈殿しておる。固まっておる。そっか。
クリーミーですね。すごいまろやかな舌触り。アイスとは思えないほどクリーミーだね。俺が一番好きかな、アイス31の中で。でもね、結構好き嫌い分かれると思うけど、僕チョコミント好きなんですよ。歯磨き粉の味するっていう、で嫌いな人多いですよね。これね、結構チョコミント、ミント好きなんですよ。固まってる時と溶けた時は質量は変わらないはずなんですよ。固体液体液体で体積は一緒なんですよ、質量保存の法則の差で同じはずなんですよ。なんか多く感じるよね。じゃあ、いちごいきまーす。あー、すっごいいちごの香りが。ちょっと、食べます。はい。まだ食べてないんで。意外と、これいちごの果肉が、しっかり果肉してました。よし。はい、というわけで、きつかった。何分、今何時ですか？今、9時半ぐらい。9時42分。まるっと3時間かかったか。まるさんの男気に感動しました。ちょっと手伝ってもらったけどね。いちごミルクね。というわけで、今回は、この31のポッピングシャワーと、ストレベリーのね、ミルクのやつと、ひなとまるさんの11巻盛り合わせ、それからいきなりステーキさんの 280g のリブロースステーキ、それと、一蘭さんの豚骨ラーメンと、一蘭じゃないや。え？一風堂。一風堂一風堂だった。ごめんなさい、一風堂でした。まるまる違うやん。一蘭の思い出話とか、元彼連れてったって言ってたやん、一蘭に。いや、一風堂だった。ごめんなさい。一蘭だと思ってたこちらの商品は、一風堂さんのラーメンと餃子だったそうです。なんでね、スタッフさんの、ちょっとちょこちょいなところが出ちゃったということでね、食していきました。まあでも、だいたい3人、前ぐらいは食ったんじゃないですか。 3.5 かな。かなりお腹いっぱいです。飲み物もこれも 525ml のお茶2本ね、まあ、1本割ってもうほぼこれ終わりかけなんで、もうパンパンです、そんな腹が。やっぱね、やってみて思ったのは、よくね、あるじゃないですか、スタッフが後で美味しくいただきましたとかっていうの抜きで、やっぱりちゃんとみんなやってる。で、実際にそれやると結構きついっていうのと、普段食べれないものがデリバリーだったら食べれるとかね、あそこの店行ってみたいなとかっていうのを手軽に楽しめるっていうのがすごくいいところだなと。では、今回はお任せ企画で、Uber Eats 1万円食べきれるまで帰れま10でございました。ごちそうさまでした。もしね、今回の動画頑張ったなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また第2弾とか第3弾とかちょっと面白そうなんで、ちょっと考えてきてもらおうかな。目指せ YouTuber。目指せ YouTuber。10年越しですけど。10年越しの YouTuber 企画。はい。よろしくお願いします。はい。はい、では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様でした。マジ破裂する。いやー、食った。こんなに一夜にして食べたの初めてだな。